代表取締役社長の宮下隆と申します。よろしくお願いいたします。ワンキャリアの2022年12月期通期決算について説明いたします。まずはじめにミッションをご説明いたします。当社は人の数だけキャリアを作るをミッションとして掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして3つのサービスを展開しております。初めてのキャリアを選ぶ就活サイトワンキャリア、次のキャリアが見える転職サイトワンキャリアプラス、採用活動の DX デジタルトランスフォーメーション推進を支援するワンキャリアクラウド、多くの人にとって仕事は人生で最も時間を投資する対象です。しかし仕事選びに関して意思決定の基準となるようなデータが少なく、就職してから後悔する人が未だに後を絶たない状況です。私たちは全ての個人のキャリアに向き合い、仕事選びに関するあらゆるデータを結集し、多様化する世の中において採用マーケットをアップデートしていきます。ここからは業績ハイライトについてご説明いたします。まずはサマリーです。詳細はこれ以降のスライドで一つ一つご説明いたします。2022年12月期は売上、利益ともに通期業績予想を上回る着地となりました。 KPI についても順調に進捗しています。新規取引者数が大きく成長し、法人取引累計者数が前年同期比プラス 81.7% となりました。会員数も堅調に伸び、累計会員数が前年同期比プラス 30.8% となっております。ユーザーからの圧倒的な支持を背景に、着実に事業と組織を拡大しています。通期業績予想に対する達成率です。求職者の高い利用率を背景に、新規取引者数が大きく成長しました。求人掲載やオンライン企業説明会の売上高も堅調に推移し、すべての指標において通期業績予想を超えての着地となりました。各指標の詳細については次のページからご説明いたします。2018年12月期からの売上高成長率はプラス 45.2% と高い成長率を維持し、堅調に進捗しています。4クォーターの売上は前年同期比プラス 28.4%、 通期で前期比プラス 45.5% と安定的なトップラインの成長を継続しました。コロナ禍の影響で2021年12月期は売上高が第4四半期に偏って大きくなりましたが、2022年第4四半期の売上高の伸び率はコロナ禍前に近い状況となりました。例年同様に採用の繁忙に起因する売上変動の季節性があり、売上額としては2クォーターと4クォーターが大きくなります。なお採用の季節性については参考資料にて補足しています。4クォーターは新規取引者数の増加を目的とした広告宣伝費等の投資を行いました。通期営業利益は前期比プラス 46.6% と高い収益性を継続しています。 PL としては全ての指標において通期業績予想を超えての着地となりました。続いて BS です。4クォーター末時点で約26億円の現金及び預金を保有しています。純資産比率 69% と
財務健全性は高い状態です。投資の詳細についてお伝えします。まずは広告宣伝費についてです。2021年12月期までは広告宣伝活動は主に求職者ユーザー獲得のために行ってまいりました。第一四半期の決算説明資料でもお伝えしていた通り、今期からは新規顧客獲得のためにも広告宣伝費の投資を開始しています。その結果、広告宣伝費の通期の総額は前期比プラス 74.6% となりました。続いて人件費です。新卒・中途ともに売り手市場の中で従業員数を安定的に増やし、継続的な事業成長に向けたリソースを確保しています。来期以降の事業成長を見据え、積極的な採用活動を実施しており、2022年12月末には正社員数が120人まで到達しました。ここからは事業 KPI についてご説明いたします。まず法人取引累計者数の推移です。前年同期比プラス 81.7% で大きく伸長し、1853社となりました。次にアップセル実績と年間取引者数です。継続取引企業に対しては着実にアップセルを行い、売上成長を実現しています。また年間取引者数は前年同期比プラス 87.3% で大きく伸長し、1400社を突破しました。最後に求職者会員数の推移です。前年同期比プラス 30.8% で伸長し、累計で127万人となりました。当社しか持たないキャリアデータについて学生から支持を受けた結果だと考えています。最後にビジネスアップデートと ESG データについてお伝えします。一つ目として、学生のワンキャリア利用率が 60% を超えました。2023年卒業予定の大学生・大学院生の利用率が 60% を超え、学生から圧倒的に支持されるサービスとなりました。首都圏・東海・近畿エリアでは利用率が 95% を超える大学も多い状況です。二つ目として、事業拡大に向けオフィスを 1.5 倍に増床することとなりました。2023年2月をめどに稼働を開始する予定です。企業と求職者からの需要が大きいオンライン企業説明会用のスタジオも増設します。3つ目として、2022年12月期に有償取引を行った社数が1400社を突破しました。ワンキャリアが求職者から圧倒的に支持されるサービスとなっていることを背景に、ワンキャリアクラウドを利用する企業数が大きく増加しました。最後に2022年12月期の ESG に関する取り組みについてご説明いたします。当社では環境に配慮した企業経営、人の数だけキャリアを作るというミッションの実現、コーポレートガバナンスの強化をそれぞれ重視しています。こうした取り組みに関連する ESG データを今回公開いたしました。新しい取り組みについては随時開示してまいります。今後も堅調に事業を成長させていきますので、よろしくお願いいたします。同時に事業計画および成長可能性に関する事項も公開していますので、合わせてご覧ください。以上で2022年12月期通期決算説明を終了いたします。ご清聴いただきありがとうございました。